祇園精舎の鐘の声、諸行無常の響きあり、写羅双樹の花の色、乗車、必衰のお断りを表す。さっくり平家、さっくり読んでまいります。定本は中央講論社巻、平家物語絵巻全12巻。サムネイルは明星大学さんのものをお借りしております。本日は昼間に続き街道下り、実感の上の最後の段から参ります。平家物語絵巻、巻の第10条、街道下りのこと、第1段。原文、去るほどに本山美の中将重衡卿叔母鎌倉の先の兵衛の助頼朝しきりに申されければ、さらば下さるべしとて問の次郎実平が手より九郎御曹司の宿所へ私立てまつる。同じき3月10日の日、梶原平蔵景時に愚せられて関東へこそ下られけれ、西国にていかにもなるべかりし人の生きながら囚われて都へ上り玉織田に口惜しきに、今さらまた関東へ赴かれけん心の内押し量られて哀れなり。四宮河原になりぬればここは昔縁起第四の巫女蝉丸の関の嵐に心をすまし、琵琶を引き玉石に白髪の三味と一致人、風の吹く日も吹かぬ日も雨の降る夜も降らぬ夜も、水戸瀬が間歩みを運び、立ち聞きてかの三玉を伝えけん、わら屋の床のいにしえも思いやられて哀れなり。大阪山打ち越えて瀬田の唐橋駒もとどろと踏み鳴らし、ひばり上がれる野地の里、滋賀の浦波春かけて、霞に曇る鏡山、平野高峰を北にして、息吹の竹も近づきぬ、心を富むとしなけれども、荒れてなかなか優しきは、不破の関屋の痛みさし、いかになるみの潮干潟、涙に袖はしおれつつ、かの有原の何がしの、からごろもきつつなれにし、つましあれば、と読みけん、三河の国八つ橋にもなりぬれば雲出に物と哀れなり、浜名の橋を渡りたまえば松の小杖に風さえて入り江に騒ぐ波の音、さらでも旅は物浮きに心を尽くす夕まぐれ、池田の宿にも着きたまいぬ。ゆきさんこんばんは。はい、お茶ありがとうございます。ただいまはさっくり平家読んでます。なんかね、このやっぱり平家といえばあれですね、耳なし芳一とかね、やっぱり後日談もあるのでちょっと面白いですよね。実は昼間読んだところにはですね、法然上人が出てきたんですよ。あ、ここに出てくるんだみたいな感じでちょっと面白かったです。さて現代語訳。やがて本山美中将平の重衡を鎌倉の先の兵衛の助源頼朝が引き渡すようしきりに申請をしてきたので、ならば下校いたさせようと問の次郎実平のところから九郎御曹司源義経の宿所に重衡の身柄を移送した。同年3月10日梶原の平蔵景時に連行されて関東へ下校していった。西国で死ぬべき人が生きながらえて捕虜となり、都へ登らされるのさえ無念であるのに、この後に及んでまたしても関東へ連行されることになった
重衡の心中はさしてあまりあるものがあった。四宮瓦に差し掛かると、ここは昔醍醐天皇の第四皇子蝉丸が大阪の関を渡る吹き渡る風に心を澄まして琵琶を弾いていたところへ、白髪の三味という人が雨風をいとわずに毎日毎夜三年も通って立ち聞きし、三曲の秘曲を伝授されたという、その旧跡も思い出されて心を打たれる。この蝉丸と広政の話は今昔物語に確か出てきましたね。さて続き、大阪山を越えて瀬田の唐橋を馬の足音を響かせながら渡り、ひばりがさえずる野地の里を過ぎると、滋賀の裏には春風が湖面にさざ波を立てている。鏡山は霞に曇ってよく見えない。平山を北の方に見ながら進むと、やがて伊吹山に近づいた。伊吹山っていうとあれですよね、藤原の名前が出てこない、さしも白地な燃ゆる思いを、あの歌が読まれたところですよね。ちなみにそこは伊吹山のその特産品はそのもぐさらしいんですよね。もぐさというかよもぎ。さて続き、荒れ果てて かえって風雅な趣のあるのは不和の関屋の板久しである。不和っていうのは岐阜県ですね。この先我が身がいかがなるのかと考えながら、鳴海、すなわち名古屋市の、潮干潟を涙に袖を濡らしながら行くうちに、あの有原の成平が唐衣着つつ慣れにし妻しあれば、はるばる着ぬる旅をしぞ思うと読んだ三河の国八橋、現在の愛知県知立市に到着をしたので、古家に熊手に物を、恋せよとなれる三河の八橋の雲手に物を思う頃かなと歌われたのを思い出して、物思いに打ち沈んだことであった。伊勢物語とかですね、やがて浜田の橋を渡り、夕暮れ時に池田の宿に到着をした。さてそれでは続き、第二弾。その夜はかの宿の長者ゆうやが娘侍従が元に宿せられけり、侍従三味の中将殿を見立てまって、日頃はつてにだにおぼしめし寄らざりし人の、今日はかかるところへいらせたもうことの不思議さよとて一種の歌を立てまつる。旅の空、羽生の小屋のいぶせさに、ふるさといかに恋しかるらん。ふるさといかに恋しかるらん。十条の返事に、ふるさとも恋しくもなし旅の空、都もついの住みかならねば、都もついの住みかならねば。ややって中将梶原を召して、さてもただいまの歌の主はいかなるものぞ、優しゅうもつかまったるものかな、とのたまえば影時かしこまって申しけるわ。君はいまだ白しめされた候わずや、あれこそ屋島の大井殿の、いまだ東国の神にて渡らせたまいし時、召され、参らせて、御最愛たまいしに、老母をこれにとどめ置き、常はいとまを申ししかども、たまわらざりしに、心は弥生の初めつかたにてもや、ごめんなさい、心は弥生の初めつかたにてもや、将来剣。いかにせん都の春も惜しけれど、
なれしあずまの花やちるらん。なれしあずまの花やちるらん。という名家つかまつり、暇を賜ってまかり下り総来しに、街道一の名人にて候とぞ申しける。現代語訳。その夜は池田の宿の長者、すなわち遊女の宿の女主人、遊女の娘、侍従の家に泊まった。侍従は三味の中将重衡に会うと、普段は人づてにさえお言葉をおかけすることもできないあなた様が、今日はこんな片田舎にお越し遊ばすとは、不思議なことでござりまするな、と言って一首の歌を送った。旅の空、羽生の小屋のいぶせさに、ふるさとをいかに恋しかるらん。旅とは言いながら、こんな粗末な小屋にお泊まりで、定めし、都が恋しいのではございませんか。ゴータマさん、こんばんは。ただいまは平家物語を読んでいます。これに対する中将の変化は、故郷も恋しくもなし、旅の、ごめんなさい。ふるさとも恋しくもなし、旅の空、都もついの住みかならねば。旅に出て今は都を恋しいとも思ってはいないよ。都もいつまでも住めるところではないのだから、というものであった。しばらくして重衡は梶原を呼んで、今この歌を読んだ人はいかなる人ぞ、まことに優雅に読んだものだのう、と尋ねた。景時はかしこまって申した。なんとまだご存知ではありませんでしたか。あの人こそ屋島のおとど、平の宗盛殿が以前この国の神でおいでの時にお召しになってご寵愛なされたものです。老母をここに残しておいたのでしきりにおいとまを願い出ましたが、お許しが得られなかったので、3月の初めの頃でしたでしょうか。いかにせん都の春も惜しけれど、慣れし東の花や散るらん。都の春も名残惜しいのですが、見慣れた東国の花が散るかもしれません。故郷に残した老母が気がかりなのです、という名歌を読んで、ついにおいとまをいただいてここに帰ったという、東海道随一の歌の名人でございますよ、と申した。第三段。都を立ちて日数降れば、弥生も半ば過ぎて春もすでに暮れなんとす。遠山の花は、これは何て読むんだろう。ちょっと待ってね。ちょっとわからないね。残りの雪かと見えて、うらうら島々霞渡り、腰方行く末のことどもを思い、ことどもを思い続けたまうにも、壊さればいかなる宿業の歌てさぞ、とのたまいて、ただ尽きせぬものは涙なり。御子の一人も負わせぬことを、母の仁義殿も嘆き、北の方、大納言助殿も、ほいなきことに覚えて、よろずの神仏にかけて祈り申されけれども、その印なし。可視構造なかりける。古田にも荒ましかはいかに心苦しからん。とのたまいけるこそせめてものことなり。鞘の中山にかかりたもうにも、また小ゆべしとも覚えねば、糸と哀れの数そいて、たもとぞいたくぬれまさる。うつの山辺のつたの道、心細くも打ち越えて、手越しを過ぎて行きければ、北に遠ざかって雪白き山あり、問えば、貝の白根と言う、その時三味の中将、おつる涙を抑えつつ、惜しからぬ、命なれども今日までに、連れなき貝の白根をもみつ、清見ヶ関打ち越えて富士の裾野になりぬれば、北には青山ガガとして、まつく風サクサクたり、南には爽快満々として、
岸打つ波もぼうぼうたり、恋せば痩せぬべし、恋せずもありけり、と明神の歌い始め玉井軒足柄の山打ち越えて、小ゆるぎの森、マリコ川、小磯、大磯の裏裏、八つ的、戸上原、みこしが先をも打ちすぎて、急がぬ旅とは思えども、引かずようよう重なれば、鎌倉へこそ入りたまえ。はい、赤品さん、こんばんは。本日2度目、お風呂に入るまで、はいはい、お風呂まで楽しんでください。さてさて。それでは、現代語訳。都を出立して引かずを経たので、3月も半ばを過ぎ、春もすでに暮れようとしている。遠くの山々の花は残雪かと見まがい。これ残なんですね。残雪、残の雪、残の雪。ちょっとわかんないですね。続き。遠くの山々の花は残雪かと見まがい。海岸や海上遥かな島々は春の霞が立ち込めている。三味の中将重衡は我が身の不運に涙を流すばかりであった。子供が一人もいないことを母の二位の尼も嘆き、北の方の大納言助の局も残念に思って、あらゆる神仏に祈願したが、その苦言がなかった。子ができなくてよかった。もしも子供がいたならば、今どんなにか心苦しいことであろうぞ、と言ったのはよくよく思い詰めてのことであろう。鞘の中山、すなわち、静岡県の掛川市に差し掛かると、再び越えることはないのだなと思われて感慨深く、袖を涙で濡らした。宇都の山、これは静岡市の西南部の蔦の生い茂る道を心細く越え、手越の里、すなわち静岡市を通り過ぎると、はるか北に雪をいただく山が見える。警護の武士に尋ねると、甲斐の国の白根山という。白根山、ですね、山梨県南駒郡の西北部の山だそうですね。ですね、重衡は涙をこらえて、惜しからぬ命なれども今日までに、連れなき甲斐の白根をも見つ、死んだからとて惜しい命ではないが、今日まで生きながらえていたので、その甲斐があって、甲斐の国の白根山をも見ることができたのだ、と一首の歌を詠んだ。清見ヶ関、すなわち静岡県清水市を過ぎ、富士の裾野にかかった。北には高い山並みが打ち続き、松風が吹き渡っている。南を見ると、青海原が果てしなく沖合遠く広がり、岸に打ち寄せる波が白く立ち騒いでいる。今よ、足柄に歌われた足柄山も越えて、小ゆるぎの森、マリコ川、小磯、大磯の海伝いに、八つ的、戸上原、みこしが先などというところも通り過ぎて、急がぬ旅と思っていた旅路なれど、引かずが重なって鎌倉へ入ったのであった。それではですね、サムネイルを見ていきます。街道下りのこと。重衡は梶原の景時に伴われて関東に下ることになった。池田の宿では宗盛の愛人であった、愛人っていう言い方するとね、昔のと今では結婚形態が違うので何とも言えませんけど、宗盛に寵愛されていた、かつて寵愛されていた熊野の娘と歌を交わし、街道を下る。雪白き甲斐の白根山を見ては我が身を歌によ、こういう非常に美しいシーンですね。
護送されてるなんか神輿のような、なんか小屋の中に入っているのが、重衡でしょうね。で、遠くに雪山が見えるわけですね。馬に乗ってるのが景時かな。お、なんか、どうしたんですか？なんかいろいろあるんですか？過疎配信大いに結構じゃないですか。そうですね、需要が、あるかないかっていうこともそうですけれども、なんでしょうね、どんなに過疎であっても、過疎っていても、評価してくれる人が全くいないわけじゃなければ、それはやる価値はあると思うし、まあ、今は全く価値がもしなかったとしてもね、後々か、価値あるかも、価値が出てくるかもしれないしね、それはね、わからないじゃない？何か言われたの？ うちなんかね、もう見事に過疎ですしね、朗読課程は大体過疎ですからね。さてさて、それでは以上でですね、牧野第10の序が終わります。それでね、続きは千住の前、横笛、高野の巻、維盛出家、維盛入水というふうにいきますが、どうしようかな、今21時46分。あ、なんかお話が弾んでるようなんですけど、これもうちょっと開けておいた方がいいのかな、そしたら。 今21時47分、どうしようかな。じゃあこのまま少し読んでいきますので、心ゆくまで2人で会話しててください。私はバックミュージックだと思ってください。 それではですね、続きのシーンですね。明科さんがお風呂に入るまで、じゃあこれやってますか。次は千住、中間に入ります。サムネイル変えます。え、何？ちょっと待って、私口挟んじゃダメかな。過疎配信信者っていうふうに誰かに言われたんですか？ゴータマさんが「お前は過疎配信信者だな」みたいな感じで言われたのはよくわからないけど、すごく過疎配信であるもの、番組をですね、愛好している人じゃないんですか？過疎配信をの閲覧者なんじゃないんですか？ 信者っていうのは多分その番組のファンぐらいの意味だと思いますよ。わ かりませんが、どういう場面かわかりませんが。それでは、いきますよ。ああ、過疎配信者だかもしれないってことか。ああ、なるほどね。過疎配信をしている人なのか、過疎配信のファンなのか、わかりませんね。それは、村上さん、こんばんは。お世話ありがとうございます。なんかね、話が人増えてきたから、じゃあもうちょっと読んじゃうから、皆さん BGM だと思って、ここ社交場なので、楽しんで会話をなさってくださいね。「平家物語」牧野第10中千住の前、千住の前か、じゃあ前入れよう。ちょっとこの段は少し長いから途中で終わるかも。第1段、去るほどに兵衛介、三味の中将殿に対面ありて申されけるは、そもそも頼朝、君の御憤りを休め奉り、父の恥を清めんと思い立ちし、上は平家を滅ぼさんこと安のうちに存ぜしかども、まさしゅうかように御目にかかるべしとは、かけては存じそうらわず、この情では、屋島の大井殿の玄奘にも入りぬべしと覚え候。さても、
なんと炎上のことは故入道小国のご成敗にて将来けるか。また時にとっての恩計らいか、もってのほかの在郷でこそ候めれと申されければ三味の中将の玉いけるわ。まずなんと炎上のことは故入道小国の上輩にもあらず成敗にもあらず、また、重衡が私の発起にしてもそうらわず、衆との悪行を鎮めんがためにまかり向かって将来しほどに不慮に伽藍の滅亡に及び将来塗ることは力及ばざる次第になり、こと新しき申し事にて将来とも昔は源平宗に争いて長家の恩固めたりしかども、近頃は源氏の恩運傾き立ちしこと人皆存じの胸なり。長んづく当家は方言平時よりこの方どどの朝敵を平らげ、献上に身に余りかたじけなくも一点の君の国外籍として帝祖大乗大臣に至り、帝祖大乗大臣に至り一族の昇進64人、24年が以来は官下界天下に肩を並ぶる者もそうらわず、それにつき候手は帝王の恩敵うったる者は7代まで長恩尽きずと申すことは極めたる日がごとにてぞ将来ける。そのゆえは目の当たり、故入道小国は君の恩ために名を失わんとすることどどに及ぶ。されどもその身一代の幸いにて子孫かようになるべき矢は運尽き世乱れて都をいでしの地は屍を山野にさらし浮き名を再開の波に長さばやとこそ存ぜしに、生きながら囚われてこれまで下るべしとは夢夢存じそうらわず、ただ先世の宿業こそ口を衆そうらえ、ただし陰頭は家体に囚われ文能は有利に囚わるという文あり、上皇なお書くのごとし岩庭松台においておや急戦取る身の敵の手に渡って名を失わんこと全く恥にて恥ならず、ただ法恩にはとうとう首をはねらるべし。とてその後は物をものたまわず。梶原これを受けたまわって、哀れ大将軍やとて涙を流す。侍どもも皆袖をぞ濡らしける。日向之助殿もまことに哀れに思われければ、そもそも平家を頼朝が私の敵とは、夢夢思い立てまつらず、ただ帝王の仰せこそ思う将来去りながらも南東を滅ぼされたる伽藍の敵なれば、内衆定めて申すよしも申す宗もやあらんずらんとて伊豆の国の住人加納之助宗持にぞ預けられける。その帝明度にて娑婆世界の罪人を7日に十王の帝渡する欄も書くやと覚えて哀れなり。現代語訳。やがて兵衛の助源頼朝は三味中将平重衡に対面をした。この頼朝は後白河法皇の恩憤りを押し詰めし、また父義朝の恥をすすがんと思い立った上は平家を滅ぼすことは思いのままではあるが、今ここでお目にかかろうとは思いもよらず、この文では屋島の大井殿、平の宗盛ですね、大井殿にもきっとお目にかかれることとなろう。ところで奈良を焼き滅ぼされたことは故入道小国清盛様の命令か、それともそなたの臨機応変の策であったのか。ともあれ、もってのほかの大きな財宝というものじゃ、と言った。重衡は、なんと炎上のことは、故入道の指図でもございません。また重衡個人の法追でもありません。僧兵の悪行鎮圧のため出向きましたところ、思いがけなく寺院の滅亡に及びましたことは力及ばざる義にございました。今更のような申し分ですが、
ご存知のごとく昔は源氏兵士が互いに競い合って朝廷の御警護に当たっておりました。しかるに近年は源氏の運の衰えたことは人のよく知るところであります。とりわけ我が平家は保元平治の乱以後、再三にわたって朝敵を平らげ、身に余る褒章を受け、恐れ多くも天子の御外戚として天皇の祖父となり、太政大臣に昇進をして、一族のうち公卿天上人に昇進する者は60名余り。この20年余りの間は官位の昇進は天下に肩を並べるもののないありさまでした。それにつけても帝王の御敵を討った者は子子孫孫7代までは朝廷の御恩寵を得ると申すことはこの上なき偽りであったと思います。現に高入道は君の御ために命を失わんとすることたびたびに及びましたが、わずかにその身一代の幸運にとどまり、子孫がこのようなありさまとは何事でありましょうや。が今や平家の家運傾き、世が乱れて都を落ちて後は、この重衡は姓を山野にさらし、名を再会の波に流すつもりでございましたが、はしなくも生き残って旅衆となり、この鎌倉にまで下ってまいるとは思いもよらざることでした。前世の悪業の報いがまことに口惜しい限りでございますと述べる。武士たる者が敵の手にかかって死ぬることは恥に似て恥にあらず、ただこの上の御恩状をかけられるというのならば、速やかにこの首をはねてくだされと言い終わると、あとは黙して口を開かなかった。梶原の景時はこれを聞くと、まっこと立派な大将軍であられると涙を流した。並みいる侍どもも一様に涙で袖を濡らした。兵衛の助頼朝もまことに哀れに思い、私は平家を私的な敵とはつい思ってはおりませぬ。ただ帝のご命令を重んじてそれに従っているまでのことだが、奈良を焼き討ちした寺院の敵であるからには、仏敵としてきっと僧兵たちに申し分があるであろうぞと言って、伊豆の国の住人加納助藤原の宗茂に重衡の身柄を預けた。そのありさまは地獄でこの世の罪人を7日7日に閻魔の長の獣王の手に渡されるというのもこのようなものであろうかと哀れなことであった。はい、ですね、はい、明石田さん、祇園精舎の鐘の声、諸行無常の響きあり、シャラ宗樹の花の色、乗車必須の断りを表す、おごれる人も久しからず、うんぬ、まさしくその話が今述べられていましたね。それではちょっとサムネイルを見てみましょう。千住の前のこと、第1弾。源頼朝から何と炎上の敬意を尋問され、重衡は堂々と返答し、梶原の景時をはじめ源氏の侍も頼朝も哀れに思う。しかし何との大衆が、まあ、何と具体的にはですね、興福寺、それから、まあ、東大寺、あの辺りですね、が処刑を求めることに備え、身柄を藤原の、胸持ちに授け、預けると、こういうシーンでございます。なかなか堂々と理の入ったお答えでしたね。それでは次のシーンですね。ちょっとサムネイルを変えます。第2弾。されども加納の助は情けある者にて、伊藤厳しゅうも当たり立てまつらず、ようようにいたわり参らせ、天津さえ湯戸の失礼難として、御湯引かせ立てまつる中将。
道すがらの汗いぶせかりければ身を清めて失われんにこそと思いて待ちたもうところにややあって、年の弱い二十歳ばかりなる女房の色白う清毛にて髪のかかりまことに美しきが、目結いの片びらに染め付けの湯巻きして湯殿のと押し開けてまいりたり、その後に十四五ばかりなる目のわらわの髪はあこめだけなりけるが、小村子の片びらきて半蔵だらいに、串入れて持ちてまいりたり、この女房を解釈にてやや久しゅう御湯ひかせたてまつり、髪洗い何度していとま申していでけるが、男なんどはこちのおもぞおぼしめす、女はなかなか苦しかるまじとて鎌倉殿より参らせられてさぶらう。何事もおぼしめすことあらば承りて申せ、とこそ兵衛介殿は仰せ将来つれ。中将、今はかかる身となりて何事をか思うべき。ただ思うこととては出家ぞしたき。と述べば、のたまえば、かの女房を帰りまいって兵衛介殿にこのよしを申す。兵衛介殿、それ思いもよらず私の敵ならばこそ朝敵として預かりまいりたればかなうまち。とそのたまいける。かの女はまいって、三味中将殿にこのよしを申していでければ、中将、守護の武士にのたまいけるわ。さても、ただ今の女房は言うなりつるものかな、なおは何と言うやらん、と問いたまえば、かの介申しけるわ。あれは手越しの長者が娘で候が、未明かたち心ざま言うに割りなきものとて、この二三か年は介殿に召し置かれて候、なおば千手の前と申し候。とぞ申しける。ちょっとフラグ立っちゃった。さてさて、なんと、そう、なんと、現代語訳。しかしながら、加納介宗茂は情け深いもので、ひどく厳しい取り扱いはしなかった。いろいろといたわり、湯殿を整えて入浴もさせた。中将重衡は長い道中で汗にまみれ、身体も大層汚れていたので、身を清めさせた上で処刑されるのであろうと思って待っていた。しばらくして、二十歳ばかりの色白で清らかな黒髪の美しい女房が、鹿の子絞りの薄物の絹を着て、藍染めの模様の湯巻で腰のあたりを包んで、湯殿の戸を開けて入ってきた。その後ろに十四五歳ばかりの髪を腰のあたりで切り揃えた少女が、小村子の薄物を着て、小村子っていうのはですね、紺という字に、村はビレッジの村で、ごっていうのは濃いという字ですね。濃い、薄いの濃い。なんかこれグラデーションみたいなんですよね。そういうのを着てですね、手水だらいに串を入れて持ってきた。この女房が世話をしてしばらく湯をかけたり、髪を洗ったりなどして湯殿から出て行った。帰り際にその女房が、男が世話をしたのではまことに堅苦しくお思いでしょう、女であれば差し支えありますまい、とのことで兵衛介頼朝様のお言いつけで参りました。兵衛介様は、何でもお望みのことがあればお聞きをして申し伝えよ、とのことでござりました、という。重衡は、今はかかる身となって何を望みましょうか、ただ出家のみが所望でござる、と言う。その女房は帰ると兵衛介頼朝にこのことを伝えた。おう、それは思いもよらぬことじゃ。頼朝の私的な敵ならばともかく、朝廷の敵としてお預かりしている以上、出家を許すことはまかりならぬ、と言う。再び女房は三味の中将重衡のところに参って、頼朝の意向を伝えて出て行った。重衡は警護の武士に向かって、さても
今の女房はまことに優雅な人じゃ、して名は何と言うぞ、と問う。すると加納之助宗茂が、あれは手越の長者、長者っていうのはですね、手越の長者、遊女の宿の女主人のことだそうです。この娘ですが、姿形が美しく、心の清らかな女性なので、ここ2、3年来、頼朝殿がおそばに召されているもの、なお、千住の前と申します、と答えた。さてさて、それではサムネイルを見ますね。なんか話が弾んでいますが、ゴータマさんのクエスチョン、タイムマシンができたらどこに行きたいですか。それはタイムマシンがで行ったっきりですかね、それとも帰ってこれるんですかね。結構そこ重要ですね。でもそうですね、やっぱりお釈迦様に会ってみたいですね。私は、皆さんもなんかそういうのあったら、どうぞ答えてみてください。ヒロさん、こんばんは、お疲れ様です。はい、今は平家を読んでおります。それではサムネイルのご説明参ります。身柄を預かった藤原の宗茂が重衡をいたわって湯殿へ案内する。なかなかこう気の利いた優しい人ですね、この人ね。やっぱり源氏は鬼みたいな人かと思ってたんですけど、結構みんな容赦なく攻めてきますけど、でもなかなかいい人もいますね。いい人もっていうか、重衡をいたわって、まあ、湯殿へ案内するわけですが、そこにですね、頼朝が遣わした美女が目のわらわを連れて入ってきて湯あみの世話をする。そこで宗茂に、あの女子の名前は何と言うんじゃと、こう言うとですね、千住の前という名前であると教えてくれる。ちょっとフラグ立ったっぽいですよね。なんかたらい、奥のね、お家の中でたらいにお湯をこう汲んでいますけれどもね、その前でしゃがんでいるのがね、重衡でしょうかね。で、奥にいるか、なんか桶でなんか汲んでいるのが千住の前みたいな感じですかね。さてさて、それであれですね、後ろ、その戸口のところで控えているのが目のわらわですよね、少女なんでしょう。はい、下地さん、こんばんは。お茶ありがとうございます。3キロ先の自動機か自販機から全力ダッシュで買ってきたコーヒー。そんな、私がまるでパシリでもしたみたいじゃないですか。ありがとうございます。なかなか枕言葉がユニークですね。あ、ゴータマさん、同じですね、ブッダのところで修行したい。なるほどね、まあ、ただ言葉が通じないんだろうなとか思うんですけどね。まあまあ、とりあえず、さあさあ、それでは続き第4弾原文。明石さん、タイムマシンものはクラークの夏への扉、広瀬正ですか、それ正ですか、マイナスゼロとか頭に出るからな。夏への扉って、なんか聞いたことあるけどわかんない。タイムマシンじゃなかった、ウェルズもタイムマシン出てます、出してますよね。ウェルズは結構やっぱ子供の頃は読みましたね。ゴータマさん、翻訳こんにゃく、ドラえもん。そうだね、まあでも過去に戻って競馬で大儲け、そっちかい。村上さん、お茶ありがとう。なんかそういうのをするとね、多分ね、時空警察に捕まるんだと思うよ。さて、それでは第4弾。その夕べ雨少し降って、よろずもの寂しげなる折節、九段の女房琵琶琴を持たせて参りきたり、加納之助も矢の子労働14人引き具して、中将殿の御前誓う将来けるが酒を勧め奉る。千住の前尺を取る。中将を少し受けて糸を強投げにておわしければ、加納之助申しければ、かつ貴腰召されてもや候乱、宗茂はもと伊豆の国の者にて候えば、鎌倉では旅にて候えども、心の及ばんほどは奉公をつかまつり候べし、何事もおぼし召すことあらば賜って受け賜って申せと、兵衛の助殿を仰せ候、それ何事にても申して酒を勧め奉りたまえと言いければ、千住の前尺を差し置き、
ラキの長いたる情けなきことを寄付に妬むという漏洩を一両編したりければ、三味の中将、この漏洩を千一馬、北野の天神、毎日三度かけって守らんと誓わせたもうとなり、されども重衡は根性にてははや捨てられたてまったる身になれば、助員しても何かせん。ただし在所を軽みぬべきことならば従うべし、とのたまえば千住の前へやがて、重悪といえどもなお陰情す、という漏洩をして極楽願わん人は皆、弥陀の名号を唱うべし、という今用を四五編歌い済ましたりければ、その時中将、杯を傾けらる。千住の前受けたまわって、鹿野之助に刺す。胸持ちが飲むときにことをぞ引きすばしたる。三味の中将、普通にはこの額をば五条楽といえども、今重衡がためには五条楽とこそ感づべけれ。ダジャレ、まさかのダジャレ。やがて王城の球を悲観と戯れ琵琶を取り、天寿をねじて王城の球をぞ引かれける。かくて夜もようよう吹け、よろず心の住むままに、あな思わず、いや、あずまにもかかる言うなる人のありけるよ、それ何事にても今一声、とのたまえば千字の前重ねて、一樹の陰に宿り合い、同じ流れを結ぶも、皆これ前世のちぎり、という白拍子をまことに面白う数えたりければ、三味の中将も、ともし火喰らうしては数行愚子がなんだ、という漏洩ぞ、おぞせられける。例えばこの漏洩の心は、昔、もろこしに漢の酵素と、酵雨と位を争い、合戦すること70度、戦いごとに酵雨勝ちぬ。されどもついには酵雨戦い負けて滅びし時、水という馬の一日に千里を飛ぶに乗って、愚子という妃と共に逃げ去らんとしたまえば、馬、いかが重いけん足を整えて働かず、こう涙を流いて、我が異性すでに廃れり敵の襲うはことの数ならず、ただこの妃に別れんことをのみ嘆き、悲しみたまいけり。ともし火喰らうなりしかは、愚子心細さに涙を流す。吹けゆくままには軍病、四面に時を作る。この心を吉祥公の死に作るを、三味の中将今思い入れ、口ずさびたもうにや、いと優しゅうぞ聞こえし。去るほどに夜も明けければ、鹿野之助いとま申してまかりいず、千住の前も帰りけり。現代語訳。その女房は帰る、ごめんなさい、ここじゃない。その夕方、雨がそぼ降り、物寂しい頃に、かの女房が琵琶や琴を持たせて、中将重衡の宿所を訪れた。かのの助宗持ちも、矢の子労働、十人余りを引き連れて、重衡の御前近くに控えて酒を勧めた。千住の前が酌をした。重衡は少し受けて、大層、興のない様子であったので、鹿野之助が、どんなことでもお望みのことがあれば、お伺いをして知らせよと、兵衛之助殿も仰せでございます。さあ、何でも歌って酒をおすすめ申し上げよ、と千住の前を誘う。千住の前は調子を傍らに置くと、ラキの長いたる情けなきことを寄付に妬む。薄い絹織の衣さえも重く感じられ、これを負った旗織の女の無情を恨むことであるという漏洩を一二編歌った。これって菅原道真ですね。これを聞いた重衡は、この漏洩を歌う人を北野の天神は、まあ道真公ですよね、毎日三度飛翔してお守りくださると誓われたという。なれどもこの重衡は、根性では天神に見放された身じゃ、昭和をしても何もならない。
ただし我が罪障が軽くなるのであれば、一緒に漏洩をしようという。千字の前はすぐさま、重悪といえどもなお陰情す。たとえ重悪を犯した者でも極楽浄土へお導きくださるという漏洩をし、極楽願わん人は皆、弥陀の名号を唱うべし、という今用を四五編声涼やかに歌った。やがて重衡が、普通にはこの楽は五常楽、五つの常の楽しみ、五常楽というなれども、今重衡がためには五常楽、後の生の楽楽しみとみなされよう、ついで往生の灸を引いてみようかと戯れて琵琶を取り上げ、往生と往生違いでですね、極楽往生の往生ではなく、皇帝の皇に、章っていうのは鹿を書いて、下にですねチャプターの章を書くやつですね、それ往生っていう曲の9の部分を引いた、序破9の9の部分ですね。序破9とはまだ言わないのかな、この頃は。死ぬ間際なのにまさかのですね、親父ギャグを言ってる、ダジャレ。やがて夜も更けた重衡は、ああ思いもよらぬことじゃ、東国にこれほど優雅な人がおいでとは、もう一曲所望いたすと言う。千字の前は、一樹の影に宿り合い同じ流れを結ぶも、皆これ千世の、ちぎりという白拍子の歌を誠に面白く歌い終えた。すると中将は、ともし火喰らうしては崇高愚子がなんだという漏洩を歌った。この漏洩の心は、昔中国の漢の高祖と祖の高羽が帝位を争って70度にも及ぶ戦をした。その都度高羽が勝ったが、最後に高羽が敗れた時に、高羽は妃の首陣、まあ、実際は妃じゃないんですけれども愛称なんですけれども、首陣との別れをのみ嘆き悲しんだ。まあ天下を取られることじゃなくて、自分が死ぬことじゃなくて、首陣と別れなければいけないということをですね嘆き悲しんだと。で、灯火が暗くなったので、首陣は心細さに涙を流したという。この故事を詐欺橘の広美が譜に作った。それを今この重衡が思い出して歌ったのであろうか、まことに優雅なことであった。やがて夜も明けたので、加納の助はおいとまを申して退出した。千住の前も帰っていった。第五段。その明日、兵衛の助殿は持仏堂に法華経用でおわしけるところへ千住の前帰り参りたり、兵衛の助、兵衛の助殿、うちへ見たまいて、さても、ゆうべ、中人おば、面白うも、しつるものかな、とのたばえば、西院の助へ近よし、午前に物書きて、そうらいけるが、何事にて、候をやらん、と申しければ、助殿、のたまいけるわ。平家の人々は、この二三か年、戦合戦の営みのほかは、また、多事、あるまじきとこそ思いしに、さても三味中将の琵琶の罰音、老栄の口遊び、よもすがら立ち聞きつるに、優に優しき人にて、おわしけり、とのたまえば、近よし申しけるは、誰もゆうべ、参り、受けたまわりたく将来しかども、折り伏し愛いたわることの将来って、受けたまわらず将来、この後は常に立ち聞き候べし、平家は代々歌人才人たちにて渡らせたまい候、千年あの人々を花に例えて将来しには。
この三味の中将おば、牡丹の花に例えて将来しかとぞ申しける。ちょっとだけね、サムネイルを変えますか。はい、ですね、なんかいろいろ盛り上がっていますようですけれども、ちょっと待ってね、少し遡りますか。ウェルズ、そうです、そのウェルズです。赤品さん、一文字さん、お茶ありがとう。タイムマシンと聞くとバックトゥーザフューチャーが頭に。おお、あのバックトゥーザフューチャーのあのドックですか。あの人意外と若いんだよね、ちょっとびっくり。でもああいう顔の人って結構いるんでしょうか。この間国立西洋美術館に行った時にエッチングの絵であの人そっくりの人がいて、ちょっとびっくりした。赤品さん、海外のは破滅テーマやからな。あ、そうなんだ。そうだっけ、海外のでハッピーエンドってないのかな。そっかそっか。ちなみに夏への扉って曲あるんよね、山下達郎で、この小説からだし。あ、そうなんだ。夏への扉って、でもあれじゃない、竹宮恵子もそんな、漫画書いてなかった。村上さん、猿の惑星のあいつらやりやがったなのシーン、あいつらやりやがったな、新しいやつ。あ、そうなんだ。新しい方は見てないのでわからない。私が知っているのは自由の女神の像が最後に出てくるやつ。あ、あれ名作だよね。古いけれどもなかなか面白いよね。猿の惑星のお猿さんは日本人がモデルらしいのであまり喜べない。作者は日本軍に捕虜として捕まってたらしいから。あ、その話聞いたことがある。黄色人種の惑星、猿の惑星か、それが。なるほど、了解。往生しますせじゃないか。そうそう、赤品さん、全くそのノリだよ。ですね、肝心なところでダジャレが入るのよくあるやつ。そう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 。一文字さん、お茶ありがとうございます。死ぬ間際にギャグと聞くと日本書紀で川に流されつつ歌う人。おお、それか。OK。赤品さん、琵琶の楽譜とかあるのかな。ああ、これね、あるんでしょうね。でもまあ大体の人は耳で覚えてるし、なんだろう、今みたいに曲ってすごい多種多様じゃなくて、ものすごいこうルールっていうかお約束でできてるので、なんかこうなんとなく弾いちゃうんだよ。なんとなくとか言ってるし。先ほどのね、この話の最初の方に出てきた、セミマルの話は、セミマルってね、何でしたっけ、百人一首にもいなかったっけ、忘れちゃった、あの人のところにね、広政が3年間こう通い続けてですね、それで耳コピして覚えたっていう、そういう話とかがあるわけで、さて、時間もなくなってきました。多分途中、間に合わないと思いますが、このまま霧のいいところまで読んでまいります。皆様のお布施によって運営をしていきます。ありがとうございます。さていきます。現代語訳。翌朝、兵衛の助源頼朝は持仏堂に入って法華経を読受していた。そこへ千住の前が帰ってきた。頼朝はにっこり笑いながら、さてさて、わしは千住の前のために気の利いた仲人をしてやったものじゃと言う。西院の助、中原の近吉が御前で掛け物をしていたが、その言葉を耳にすると、何事でござりまするかと尋ねたので、頼朝は、何何、平家の人々はのう、この 2,3 年は戦のほかには関心はないと思っていたが、さてさて、三味の中将重衡の琵琶の弾きようといい、老栄の歌いぶりといい、一晩立ち聞きをしていたが、まことに優雅で優れたお人であることよと語った。立ち聞きしてたんだ。ふーん。近吉は、誰も皆昨夜は拝聴したく思っておりましたが、ちょうど身体の調子が悪く拝聴できませんでした。これからはいつも立ち聞きさせてもらいましょう。平家の一門は代々が歌人や楽の名手たちばかりです。先年平家の金立ちたちを花に例えた時には、この三味の中将を牡丹の花に例えましたそうだと申した。牡丹の花というのは花の王ですからね、そういうふうに例えられてた、まあ華やかな花のある人だったんでしょう。
はい、明科さん、パターンがあるのか。なんかそうなんですよ。パターンなんですよ、全部。明科さん、セミ丸神社ってそういえばある。あ、そうらしいですよね。明科さん、では私はお風呂行きます。はい、ゆあみってら。さてさて、それではサムネイルのご説明です。ですね、宗茂は重衡にお酒を勧め、それで千住の前と重衡は詩歌を朗詠し合い、琴や琵琶を弾いて夜を明かす。琵琶を弾いているのが三位の中将重衡ですね。これを立ち聞きした頼朝は重衡の風雅を称したという話ですね。それで最後はどうなるのか。原文、三味の中将琵琶の撥音と朗詠の口ずさみ、兵衛の佐殿、後までもありがたきことにぞのたまいける。その後中将南都へ渡されて切られたま犬と聞こえしかば、千住の前はなかなか物思いの種とやなりにけん、やがて様を変え、古希薄爪のにやつれ果て、信濃の国善光寺に行いすまして、かの御世菩提を弔いけるぞ哀れなり。現代語訳、三味の中将重衡の琵琶の音、朗詠の美声など、兵衛の佐頼朝は後々まで珍しいことのように話したことであった。その後重衡が奈良に護送されて切られたということが伝わったので、千住の前は重衡のことが忘れがたい思い出となったのであろう。すぐに落飾をして濃い墨染めの衣を身にまとうと、信濃の国善光寺に行ってひたすら仏道修行に励み、重衡の御世の菩提を弔った。まことに哀れなことであった。なかなかこの「平家物語」で思うのはですね、こういろいろな場面場面があるんですけれども、こういうふうにさらっとですね、一番最後のところでその人のその人に関わった人のサイドストーリーみたいな感じでですね、ちょっとこう書いてあるのが面白いですよね。あるいはですね、急に誰かが死んじゃったあとは、実は生きてる時はこんなことがあったんだみたいなメモリアルストーリーが展開されたりして、なかなかよく分かってらっしゃるね。こういうところを見てもですね、「平家物語」ってその場面場面で、多分その語り手のね、琵琶法師とか語り手の裁量によって、話を膨らませていけたんじゃないかなみたいなね、ちょっとそんな風に思ったりもしますね。さてこれでですね、千住の舞は終わりまして、次は横笛というところに行きますが、今日はまあここまでにしておきましょうか。おごれる者も久しからず、平家滅亡まであと1年、あと1年しかないのだ。作為平家千住の前、さっくり読ませていただきました。ありがとうございました。一文字さん、お茶ありがとうございます。それではちょっと休憩を挟んで、最後にジャタカを読みたいと思います。お疲れ様でした。